いるなんか。いや、大丈夫です、大丈夫です。あの、え、もう4人入ってくれてるってことですか、これ。すごいですね。早っ。そうですね。え、入ってきた4人の、誰だろう。逆に気になる。すごいですね。たまたまなんですか。察知した。YouTube ライブと、熊之助さん。みんな、早い段階から見てくれてありがとうございます。これ YouTube ライブとインスタライブの違いは、こう誰が見てるかわからないっていうのがあれですよね。ああ、確かに。お、パンチ田代さん、こんばんは。パンチ田代さん、こんばんは。お、パンチ田代さん、来るんじゃないですか、僕に。え？途中にすぐの人。あ、そうだ。この辺なんですね。忙しい。あ、ゼリー四頭さん。え誰？ゼリー四頭さん。もう少し。え、ちょっと待って、みんな超久しぶりじゃない？あ、煉獄さんとか超久しぶり。忙しいらしい。煉獄さんは久しぶり？マジで久しぶり。忙しいからね。マジ嬉しい。皆さんこんばんは。プロゴルファーの中西直人です。インスタライブやってました。やってないです。ですね。いや、投げ銭返せって書いてたから。ちゃんと、こうやって、こう、こう、ちゃんと目で見ながら。おお、オニタ、ありがとうございます。オニタ。ゆうか、ゾゾ応援ありがとうございました。来てくれてありがとうございました。こうやって、こう、ちゃんとこうやって見て、YouTube ライブするのがすごく久しぶりなので、僕何喋ったらいいかもわかんないんで、もうやめたいと思います。喋りたいくせに。もう何、こう、何、喋っていいか分からなくなっちゃったんで、まあ興味ないと思うけど、ZOZO の裏側、話しちゃいます。ZOZO でもやりたかったんですけどね。そう、ZOZO でも、仕事見てた、お土産どうでした？ありがとうございます。え、哲郎さん、お土産どうでした？え、お土産って何だろう？もしかして、大谷さんの、大谷さん人形かな？ああ、なんかあれでしょ？いただいたんですよ。すごいな。今日はヒゲなしでいいよ。ありがとうございます。髪型かっこいいかも。え、マジですか？これ、カモだったな。見本むずい？見本は、回ってないんでわかんないです。一ホールしか。というわけで、ZOZO チャンピオンシップ、皆さんのおかげで、無事終了することができました。本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、みゆうさん、ありがとうございます。で、本当に、会場に足を運んでくださった皆様。また、遠くから応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。いやー、気持ちよかった。スタートした時の、声援いただけるじゃないですか。言ったら、この中から感じる感覚って、すごいこう、響くわけですよね。すごくだから、なんだろう。わーってこう盛り上がるから、すごいこう、緊張するし、打つとき。めっちゃ緊張するんですよね。あれやばいんですよ、あの緊張感。でももう見てる人も緊張してると思いますよ。
そう、早く真っ直ぐ行ってくれっつってこう、うん、やるぞみたいな、うんうんうん、みんなが多分あの中で緊張して、うんうん、しかもあの声援ってすごい感動するよね、うんうんうん、いやもう本当に最高でした。本当にありがとうございました。ね、またその ZOZO チャンピオンシップの時は、うん、うひ小山丸さん、久しぶりの人ごとに、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。あ、ちょっと待って。あの、さお前、今のさっき、はい、お土産、日本オープンの時のお土産ってことかな。あ、哲郎さん。哲郎さん、ああ、哲郎さん、スタバじゃないですか。え、スタバ、いただいた。うん。え、哲郎さん。でも、タンミングさん、スタバどうですか。いや、違うね。あの、実は、あの、すごく、ありがたいことにお土産いただいてて。そう。あ、パンチさん。パンチとして、ありがとうございます。今週も見に行っていいですか？いやだ絶対来ないで。いやいや嘘です。絶対来てください。大好きだくせに。あれちゃってるはい。で、ZOZO チャンピオンシップは、あのね、あの、すごく楽しくて、あれだったんですが、ホテルの中での写真撮影と、動画撮影、または投稿は、一切禁止されてました、今回。なので、僕の大好きな、YouTube ライブだったり、インスタライブは、全く投稿できませんでした。また、本当はね、僕のスター、自分の T ショットから見える光景っていうか、その光景をみんなに見せたかったんですが、それもアップすることができず、残念ながらアップすることができなかったので、心の扉に閉まって、写真だけしっかり撮って、心の扉にしまってます。どっかでいつか見せれるようになったら、みんなに見せたいなって思います。あのセガサミ謝罪、いくらぞぞの医者。そんなことありましたね。で、ちょっとじゃあコメントいきますか。コメント読ませていただきます。どっから戻ろうかな。最終日来てから。じゃあ、この辺から行きますか。ウィアが一際見た、ありがとうございます。松山選手とは何かお話できましたか？いや、松山選手とは一切お話してないです。今日はいつにも増して、ありがとうございます。なんであゆみチャンネルなの？あゆみチャンネルでは、みんなが悩んだら帰ってくる、来れるような、要は、家のような、YouTube にしたい。なので、そもそも一番最初の YouTube の投稿では、基本的には基本編しか、YouTube で流させていただけませんでした。なので、悩んだ時にこの動画を見て、少しでも悩み解消して、そこから、練習場なり、コースなり、行ってらっしゃいっていうので、要とは、そこから、この動画を見て歩んでほしいなと思って、歩みっていう、歩みチャンネルにしました。話が長いね。ごめん。ありがとうございます。ポテンシャルがすごいんですよ。それが出ます。ありがとうございます。10番の T ショットのセーフポーズ笑いました。いや、心からめちゃめちゃ出たせいですよね。うん、あれ、正直、アゲンストだったんで、ちょっとこう、トップボールというか、こう、球をクリーンに打つようにしてたんですが、本当にちょっと薄い当たりやって、これやべえぞと思って。でもよかった。お土産って印西くんとか、そういうこと？
松山英樹選手を話しましたか？話してないんです。彼は、そうですね、昔、ナショナルチームの合宿で一緒に回ったことはあるんですが、それ以外、そんなに絡むことはなく、そうですね、あんまり話、全く話してないですね、今回。うん。うん。もう挨拶です。うん。まあ、途中で会ったりはするんですけどね。うん。うん。挨拶ぐらいかな、本当に。今度、御殿場応援行く。ありがとうございます。松山英樹さんについて、ですね、今回、PGA ツアーを体感して、で、正直思ったことは、距離がめちゃくちゃ長かったということでした。日本のツアーでは、パー4、パー4とかあるんですが、どんだけ長いクラブを持っても、5番、6番。平均で言うと7番とか8番とか9番アイアンなんですね。でも、海外のこの PGA のセッティングだと、どんだけ短いクラブ、っていうか、平均が5番アイアン、4番アイアンぐらいでしたね。4、5、6番アイアンでした。平均が。で、向こうの選手もってことですね。そうです、うん。向こうの選手も同じ番手です。なんですが、我々はそんな長いクラブをそんなに打つことがなくて、慣れてないので、やっぱりこう、グリーンにキャッチすることができなかったのが、自分の正直なところです。ただ、今回松山選手は、パーオン率、ZOZO チャンピオンシップでですね、パーオン率ナンバーワンという成績でした。そのパーオン率を見てみると、確か 88.8% とかなんか、確かそんなんなんですよね。マジ？そう。普通に考えて、あのコースで 88%、約 90% は、バケモンです。はい。で、グリーンは比較的小さいグリーンなので、言ったら乗ればバーディーチャンス的なところはあるんですけど、本当に彼の凄さ、しかも、こう、納得してない状況でピン絡めてくるみたいな。本当に素晴らしいプレイヤーだなって思いましたし、やっぱりこう、PGA 慣れしてるっていうのはあると思いました。で、やっぱりこう、もちろん、僕らの攻め方、例えば僕が同じ PGA ずっと出てたとして、同じ攻め方をしてたら、言ったら、セブンオーバースタートと、テンアンダースタート。じゃあ絶対マネージメントは違うんですよね。僕らは行くだけなんで。でもその中でも、ある程度ピンを狙いながら、広いサイズに打っていったり、そのメリハリがやっぱり素晴らしいなっていうふうに思いました。で、実際ドライバーの飛距離ももちろん飛ぶんですが、まあ、海外慣れしてたなっていう感じです。うん、はい。今度、これ読んだな。宿舎の前を出勤してたのですが、ああ、そうだったんですね。近くてまた遠い大阪。哲郎さん。近所のコンビニで会えない方が徘徊した。ゾゾニシさん、おとなしいと思ってました。思ってた？あ、コニさんが、ゾゾニシさんもどうぞお疲れ様でした。ありがとうございます。
いやー、コニーさんもお疲れ様でした。ね、嬉しかったね。ちょっと待ってね。いや、あの、気づいたら、あの、たくさんいただいてますけど。おお、マキロイが来た。行けたら今日、もう見ませんっていうメッセージ来たのに。ナオトさんの肩甲骨周りが好きです。ありがとうございます。インタビュー良かったです。ありがとうございます。秀樹の、秀樹前の組だったから飛距離比べてか、あ、そうやったんや。一生期待します。頑張ります。彼女があやみかと最初思ってしょ？あやみちゃん最高。センターウエストプロ、ナイスプレイでした。応援しております。ありがとうございます。あゆみちゃんパターンなんだっけ？キャメロンです。結局28位タイでした。素晴らしい。78位のところ。そう。俺がにまくったの。70、正式、フィールドでね、間違いなく世界ランキングで言うと、78位の男なんですが、まあ、自分が今できる最大、最高のプレーはできたので、よかったです。ボランティアで、ZOZO参加した、しました。目を見て挨拶してくれたので、でも、それ基本なんで、でも基本のことできてて嬉しいです。まゆみチャンネル見てます。誰だよ。もうどのチャンネルだよ。宇宙の光。中西プロのゴルフレッスン。ありがとうございます。あるある早く言いたい。言ってもいいよ。うわぁ、マキロまた刻んだ。刻むな。忘れないうちに取りん。あ、ムケさん、ムケさん。もうありがとうございます。ムケさん。時差ボケで聞いて。いや、もう時差ボケというか、もう PG ボケやばいですよ。今日も練習コースに行ったんですけど、やっぱりこう、ZOZO の話、結構、ね。うん、あったんですけど、いや、ちょっと待ってくださいね。酒井結衣さん。なおとあと10キロ太ろうって言われたんですよ、言ってるんですけど、僕87キロなんで、体重10キロ減ったら97キロになっちゃいます。最終日、クラブハウス戻るときにお疲れ様でした。ええー、そうやったんや。今後も応援します。ありがとうございます。ゴルフ向いてないんだって、やめたくなった時にあゆみチャンネルでやって頑張れました。よかった。ありがとうございます。そういうのめっちゃ嬉しい。フェニックス初日は最終日見に行くので、最終日最終組。小山丸さん。オケ丸水さんです。あ、煉獄さん、次回をカート持ち込んで辞書をしました。ありがとうございます。投げ銭してくださった上に、ゆうちゃんと同じく刻んだ、エミーさん、エミーママ、いつもありがとうございます。4番、クソ難しか、4番むずいっすね。松山プロより、松山より中西プロの方が応援したくなります。いやいや、いやでも、嬉しいです。ありがとうございます。僕はどちらかというと、こうやって自分で自分の思ってることとかを発信させてもらってから、要はみんなと一緒に上手くなっている感じなんで、僕も、こういう場を設けてもらって嬉しいです。マジで？マジで？早いですよ。朝早いんで。寝れてもらいます。寝ないな、これ。寝れたら寝るは寝ないです。マギレさん、いつもありがとうございます。
最終日、なんで最終日良かったのっていうことなんですが、これね、ちょっと次回にまた引っ張りたいと思います。深澤さん、引っ張ることでもないんですが、すいません、ちょっとだけ引っ張らせてください。宇宙の光で同感です。なんか最終日、チャージャーにありがとうございます。最終日、セブンハンドありがとうございます。海さん、SF、ゾゾニシさん、パワーオンリス。ゾゾニシのパワーオンリス何パーなんだろう。ゾゾニシのパワーオンリス何パーなんだろうな。いや、マジ悪いと思いますよ。僕のね、めちゃめちゃ悪いところはセカンドショットって気づいたんですよ。バーディー率4位。全体で？全体で。6番？ 6 番で。すごいじゃん。そう。すごいですね。頑張ってますね。頑張ってね。いや、出てない。どうやって出るのこれ。わかんない。出し方。わからない。わかんなかった。ムケさん、ありがとうございます。出てきた。メタフリーク。何？メタフリーク。間違いない。煉獄さんも刻んできたの。ふみさん、お礼なしもありがとうございます。来週のラウンド楽しんできてください。やる気になってスイッチが入れば、優勝はいつもかなと思います。アプローチパターがピカイチ。アプローチパターが本当に良くなったんで、あとはセカンドショット。かなり大事になってくると思います。なので、今週は徐々にちょっとね、前よりも良くなってるんで、楽しみです。めっちゃあれだ。ファンサービス多すぎや。多すぎぐらいがちょうどいいです。恐縮です、また見張って。マジで？ありがとうございます。フェニックス。フェニックス絶対行こうと思ってます。ありがとうございます。萌えかさんって書いてんだけど、これなんて読むんだろう、フェニックス絶対行こうと思ってます。要は、フェニックスって不死鳥じゃないですか。でも、アヒルのマークでした。青木会長の待ってた時に、ああ、そうなんですよ。賞金もらいました。とりあえず年収教えて、年収やりますか？そんなの気になりますか、年収。これね、結構あれじゃないですか。年収マネージメントの人が OK 出たら、年収、言わせていただきます。なんか、日本のゴルフ界って結構お金の事情っていうか、なんかこう、隠すっていうか言わないじゃないですか。僕はあれ全部こう、フルで出した方が実はいいと思っていてて、なんか夢がある、与えられたらいいなと思ってて。マキロ帰ってきたん？あ、ワンコの名前ない。ケリーアントさん、推しですよ。
いただきます。中西フロア、世界中の人に愛されます。高いわ。ありがとうございます。歌手のチケットです。あ、歌手を楽しみにしてます。フェニックス行きます。またアヒルだ。そう、プロ野球は年収言いますからね。そうなんですよ。ムケイさんもちょっと刻んでるね。じゃあ、テリー四頭さんも、あれやんか。古向け兄貴にそんな。まさかつさん、ありがとうございます。テリー行ってきていいですか？いい、もちろんです。行ってらっしゃい。スタバのおすすめにメニュー見てください。じゃあ、教えてください。僕は、コールドブリューコーヒーか、コールドブリューコーヒーか、ムースフォームラテか、スターバックスラテのバニラシロップ追加するか、それを、アーモンドミルクに変更するか、なんかそういう、なんかそっち系ですね。結構シンプル系です。血液型何型ですか？何型でしょう？当てた方に、なんと、ピンマイク差し上げます。鳥居さんの。スタバこぼしたクリーニング代のお釣り。ありがとうございます。マーコさん、ありがとうございます。コロナワクチン副作用ありましたか？ありました。おー、モカさん。ブ、テツロー、ビ、ダイニング、オー。AB、オー、B、B、B。あー。マジでほんまや。実はバイト中。学生なの？って言いながら会ったもんね、この間。正解は、B 型です。Yes。クワ型。No。中西プロのセバンダムス、上白プロの優勝を感動しました。上白スタバにしろ。ありがとうございます、みゆさん。ZOZO終了。いや、松山選手はお話してないです。なぜかというと、ZOZO終わってからも、僕すぐもう、ホテルに戻りました。なぜかというと、すぐに何で戻ったかというと、今回は本当にバブルの状態だったので、家族と一切接することができなかったんですね。なので、一刻も早くホテルに帰って荷造りして、ホテル出たかったんです。なので、出させていただきました。それちょっと話しましょう。バブル？バブルもそうだけど。そうですよね。じゃあ何話しますか？あ、じゃあ、今回 PGA に行って、何がすごいかと思ったかというと、まず、参加賞です。すごかったですね。参加賞は、今回は本当にバブル状態だったので、緑のゆうちゃん、すねるから、キレるする。今はいつもありがとうございます。これあれじゃない？そう、金額によって色が違うやつじゃない？今はそれはそれで気まずいです。投げ方。はい。で、今回の参加賞は任天堂スイッチ。そう、すごいですよね。それよりすごいのあったじゃないですか。インザイ君。はい。インザイ君のぬいぐるみもすごかった。いやー、今回ね、本当にこうバブルの状態だったので、こう部屋の時間を楽しめるようにって。それをバナナの色で使って楽しめるように、
任天堂スイッチとソフト、ゲームソフト、うん、マリオゴルフの、参加賞いただきました。お手紙もあるしね。そう、楽しんでてくださいっていうお手紙を添えて、いただきました。またね、それだけじゃなく、先週のプレイヤーズラウンジがホテルに、設備っていうんですか、はい、されていて、そこにはトランプ、約5、6個。で、チスみたいなやつありましたよね。チスもありましたね。チスが4台ぐらいかな、3台ぐらいか。で、その、海外でいう、こう、チップ、お金をかけるようにカジノチップが、2000枚ぐらい、うん、ありましたよね。7セットありましたね。そう、うん。で、海外の選手たちは、まあ、そこは日本じゃなく、もうアメリカなので、みんなポーカーをして遊んでたりとか、あとはその先週のプレイヤーズラウンジには、サッカーのゲーム、なんかこう、横でこう、ぐるぐるってこう、転がすやつのゲーム。バブルの状態って何？ああ、いい質問ですね。でももう一回、最後説明させてください。サッカーのゲームと、最後に卓球のゲームがあり、卓球がありましたね。で、僕らは卓球でずっと遊んでました。なので、結果、任天堂スイッチすることはなかったんですが、でもまあ、子供たちが喜ぶので、任天堂スイッチは子供たちにあげたいと思います。はい。で、さっき状態、バブルの状態って何って聞かれたんで、マキロイさん、また投げてくれてありがとうございます。バブルっていうのは僕もうまいこと説明することができないんで、あれなんですが、要はオリンピックとかも、実際海外の選手たちは、その2週間の隔離というものがなかったんですね。なので、じゃあどういう状態にするかというと、バブルっていうのは、要は泡ってことなんですけど、要はその中に包み込むっていう、ことなんですよね。要は、その選手がいてて、それを包み込んだ状態にすることによって、外の人と全く接することができなくなります。そうすることによって2週間の隔離を免除しますよ。それをバブルって言います。どう？でロープもね、そう。で、ロープ。24時間体制で。そう。だから13階から、1階のフロアまで、各数名ほどで、こう。なんかやんちゃせえへんかなみたいな見張りの人がいてて。そう。で、だからホテル内ではレストラン。で、お菓子。だったり。で、そこで一番人気だったのが、マジで一番人気だったのは、佐藤のご飯です。で、そこで、電子レンジを置いてて、その横に、佐藤のご飯が置いてくださってたんですが、佐藤食品さんが。で、その佐藤食品さんが、その選手たちにって言って、こう、お土産用にも置いてくださってて、もう、あれよ、あれよと、そのご飯が人気すぎてなくなるんですよね。すごかったですよね。で、僕たちも、もう佐藤のご飯、レストランにもみんな持って行ってる選手もいてて、なんかすごく誇らしかったです。すごく良かったです。ありがとうございます。なのでホテルから一切出れず、はい、違う入り口から出たらもう車の移動ですね。専用の車で。うん、そうです。もうずっとです。そう。もうだから、もう本当にそうです。まあ、その大会が用意してくれたオフィシャルカーで、ゴルフ場とホテルの行き帰り。もうそれだけです。だから、もう本当に、
正直、今考えたら辛かったですね。まあでも辛いかなとは思いましたね。でも、うん、思ったけど、本当すごいね。うん、なってくれたら。うん。で、そう。飽きさせないように全力は尽くしてくれたのと、うん、あと、でもやっぱりこう、何がすごいかというと、毎日 PCR 検査したんですよね。うん、唾液の。それがもう本当にすごくて、もうね、完璧な対応でした。さすが PGA。でね、コースに行くと、もうね、お菓子やら、砂糖のご飯もちろんそうなんですが、バナナ、クッキー、もうね、すっごいんですよ。ガム、うん、コーラ、ポッキー。ポッキー。で、僕が一番嬉しかったのは、そのラテのこのマシーンが置いてくれてた。だから、あの海外の選手もみんな持っていってましたね。うんうんうん、あれ、やれてほしいな。僕の、その、目標っていうのがあって、コースのゴルフ場の会場に、スターバックスさんだったり、トールさんだったり、そういう、コーヒー屋さんが、こう、会場に来てくれるように、最終的にしたいなと思ってて。でも、ありえんじゃないですか？いや、もう、スターバックスとかあれとはわかんないですけど、うん、結構、できそうな気もしますけど。コーヒーです。あの落合さん、久しぶりっすね。久しぶりだ。元気っすか？どの落合さん？俺今、あの落合さんって言おうと、いや、もう見た瞬間に、うん、なんかそんな振りも忘れて、久しぶりやなと思って。懐かしい感じです。あの、チェさん、元気？あ、どうも、軽い。あ、どうも。さすがですね。次はキャディバッグのコーヒー。ギャラリーは刃物持ってないかセキュリティチェックもありました。あ、そう。で、僕たちプレイヤー、僕たちが組スタートするときに、セキュリティが3人ほどいたんですよ。要は。3、4人ぐらいいたかな。うん、要はギャラリーの方と触れ合わないように。だから本当はグータッチもしちゃダメだったんですけど、うん、まあその辺はこう、臨機応変してもらいながら、やってました。はい。なんか、ありますか？僕は、裏側に。そこを振り返ると、まあ、練習ラウンドから、はい。PGA 選手と一緒にラウンドしてるじゃないですか。そうですね。うん、社長キャップまだ。もう、あの、僕、平社員なんであれなんですけど、今、社長も、ちょっとね、もう少し時間、いただけたら嬉しいです。来年の10月には送ります。結構時間経つね。うん。そんなこと言ってる間に、実は、ハットができました。なので、近々ハット、サンライズのハット、いよいよ、販売させていただきます。そうだ、キャディバッグ発送まだかな。キャディバッグは今、ちょっと待ってくださいね。状況、僕、今朝来たので、確認させていただきますと、おはようございます。27日出荷予定のキャディバッグですが、さらなる、船が遅延なんですよね。で、
そもそも10月の8日出荷が20日22日になり、22日から27日に7日になりってなってて、また今遅延なんで、大体の日にちは来てるんですが、これ言ったらまた、確定してから言わせていただこうと思ってます。もうね、今結構、この生産国が大変みたいで、あれですね。コサイヒラゴリラ言われて知ってますか？もちろん知ってますよ。今日もゴリラですよ。サンライズグッズ、ありがとうございます。船の遅延ですね。ありがとうございます。キャディーは社長がちょっと待ってねって。これをきっかけに海外挑戦とは考えますか？めちゃめちゃ考えます。めっちゃ海外行きたいです。もう今にも行きたいです。なんで、努力します。めっちゃやりやすかったです。海外の選手と試合するの。アジアンツアーとか、それこそ外でやった時もすごい楽しくて好きなんですよね。ハット？キャップじゃなく、次はハットです。スポンサーさんから今回の成績褒められましたか？いや、褒められてはないけど、頑張ったねっては言ってくれました。寝る前にかじれる。あ、そうなの？これ？いや、やめよう。で、海外の選手、有名な選手が、有名な選手と練習ラウンドさせていただいたんですが、それはね、誰かというと、コリン・モリカワ選手、ザンダー、そして、ウェスリー・ブライアン選手、パット・ペレス選手、そして、ヘンリク・ヘンダーソン。スウェーデン代表ね。スウェーデン代表のオリンピアン。ジンバブエ代表選手もいましたよね。そう、ジンバブエの。てか、オリンピック選手とめっちゃ回ったね、今回。確かにね。ねえ。オリンピックだった？あれ、オリンピックじゃん。だって、コリンもオリンピック選手で、ザンダーもオリンピック選手でしょ。その、スコットもそうでしょ、うん、いや、めっちゃオリンピアンって回ってるわ。で、今週も、ZOZO、出てた選手たちとラウンドなんで、楽しみだな、うん。というわけで、続きはまた明日。うん、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。充電大丈夫やんな。です。言う海外行っちゃいない人生は一回だよ。You only live once、 人生一度きりなので、海外行く準備今してます。ぜひ、その時はみんな応援してくださいね。というわけで、皆さん今日はこの辺で、失礼いたします。また明日も YouTube ライブやらせていただきますので、大体8時ぐらいからかな、やらせていただきますので、ぜひ皆さん見てください。それでは皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。また明日会えたら会いましょう。おやすみなさい。行ってきます。ありがとうございました。あれ、どこだったっけ？矢印がどっか行っちゃった。あった。ありがとうございました。